モンジュロンは、フランス、イルド・フランス地域圏、エソンヌ圏のコミューン。セナールの森を望む、イエール川とセーヌ川の間の二つの谷の間に、一致する。ルイ13世時代に、王室の狩場となり、19世紀には、パリのブルジョワ階級の予価地となり、巧妙画家クロード・モネやエドガードガも訪れた。1137年には、マンズ・ギザニスと呼ばれていた。世紀には、 モンゴシニース、17世紀には、モンゴアヤン、EN ブリーと呼ばれた。モンジュロンの名で、コミューンとなったのは1793年である。18世紀のカッシーニ地図に描かれた、モンジュロン・コインデ・ジャルダンア・モンゴラン、1876年、クロード・モネが、エルミター・ジュ美術館像、セナールの森からは、この地について言及されたのはるい7世時代の1147年。 五ロである。12世紀、この土地の北に、ハンセン病患者の病院が作られ、1604年まで、使われた。この建物は1630年に礼拝所となった。1510年、この土地は、ドルード・ビューデ家の領地となった。1535年、サンジャックとサンクリストフに捧げられた、教区教会ができた。1652年に、フロンドの乱において、 フロンド軍が通過した際、村は荒らされた。1723年、ハンセン病患者墓地が村の墓地となった。1798年まで教区教会として使われることになる礼拝堂が建てられた。1775年、プロバンス伯爵類がモンジュロンにあったシャトーを購入した。セナールの森は王室の狩猟地となった。1754年、 1779年の2回、大通りが作られた。この大通りは、ビルサンジョルジ村とブルノワ村の中心へ至る道路への転用が許され、小さなナベット川を渡るための橋も架けられた。19世紀以降、パリとの往来が容易なモンジュロン村は、ブルジョワ階級や芸術家たちの余価値となった。エクトール・アンリマロ、ジャンバティスト・カミー・ユコロ、ホセ・マリア・エレディア、ル・コント・ドリール、 ジャンポール・ローラン、ギュスター・ブ・ギオーム、ポール・ブランラが訪れた。1856年に教区教会が再建された。1875年、モンジュロン駅が開業した。1890年、劇作家・ルドビク・アルビは、モンジュロンに移り住み、アルベール・ワルトロムやエドガードがを迎えている。モンジュロンは、1903年に、 初めて開催されたツールドフランス第一ステージのスタート地点となっている。第一次世界大戦後、モンジュロンは1923年にエルミタージュ地区、セドール地区、デュメ地区といった住宅地を作り、都市化を進めた。1933年には、シャトー区内にガーデンシティを作った。20世紀に住宅団地が人気を呼び、低所得者層向け集合住宅が建てられ、 急速に都市化が進み、一世紀の間に人口は10倍となって、コミューンは高級住宅地と万流の組み合わされた町に転換された。参照元、1968年以降陰性。ありがとうございます。